ウィリアム・ホーアによる、肖像画、1750年代末の作品。第二代、テンプル伯爵リチャード・グレン・テンプルは、グレート・ブリテン王国の貴族、政治家。アラン・ラムゼーによる、肖像画、1762年。リチャード・テンプルとヘスター・グレンビルの長男として、1711年9月26日に、生まれ、 1725年から1729年までイートンカレッジで教育を受けた。1729年から1733年までグランドツアーをしてスイス、イタリア、フランスを旅した。1734年イギリス総選挙でバッキンガム選挙区から出馬して当選。1741年イギリス総選挙で一旦 バッキンガムシャー選挙区に倶がいしたものの、1747年、イギリス総選挙でバッキンガム選挙区に戻った。ロバート・オール・ポールが1742年に失脚すると、弟・ジョージとジェームズと共に野党に回り、1744年に、ジョージが官職を得たことで一時的に与党と和解したが、ヘンリー・ペラムがリチャードやジェームズに官職を与えられなかったため、 翌年には再び野党に回り、1746年にジェームズが官職を与えられると、再び和解した。1749年に母方のおじ初代、コバム死者クリチャード・テンプルが死去すると、政府に働きかけて母のテンプル女伯爵への助爵を果たし、自身はコバム教の儀礼称号を使用した。1752年に母が死去すると、 テンプル伯爵の爵位と領地を継承、生にテンプルを付け加えた。1754年に妹ヘスターがダイピットと結婚すると、テンプル伯爵は有力な政治名誉を得ることとなり、ダイピットは1756年のピット・デボン社交爵内閣で、テンプル伯爵を海軍卿に起用するなどたびたび引き立てたが、テンプル伯爵は国王ジョージ二世に嫌われ、 1757年4月に大ピットと共に悲鳴された。同年6月に大ピットが復権すると、テンプル伯爵は王子証書に就任した。1758年にはバッキンガムシャー党官に任命され、1763年まで務めたほか、1760年2月4日にガーター勲章を授与された。1761年に閣内で、 タイスペイン戦線が議論されたとき、テンプル伯爵のみが大ピットと共に反対、二人とも同年10月5日に辞任した。1761年頃より党派心が強くなったとされ、1763年4月に弟ジョージが首相に就任したときは入閣を拒否した。1765年に二人が和解した後、国王ジョージ三世が 大ピットに祖格か入閣を要請したが、テンプル伯爵はすでに弟との祖格を目指していたため、拒否、最終的に成立した第一次、ロッキンガム公爵内閣と翌年のチャタム伯爵内閣への入閣も拒否した。内公社では、大ピットと同程度の官職任命権を得られなかった、ため大ピットと決裂、以降は、ジョージと共に、大ピットへの攻撃に終止。 1770年に、ジョージが死去すると政界から引退した。1779年9月12日に死去、継承者となる男子を設けなかったため老い、ジョージ・ニュージェント・テンプル・グレンビルが借位を継承した。友人のハリファックス伯爵と同じくクリケット好きであり、1741年8月には、バッキンガムシャーカウンティ隊のパトロン県隊長として、 ハリファックス伯爵と共にノーサンプトンシャー隊対バッキンガムシャー隊の試合を主催した。1737年、アン・チェンバーと結婚、一条も設けた。ありがとうございます。